倒れていた方ですね。ちょうど今ポーションを作ろうとしていましたが、目覚められたのですね。インプにでも追いかけられたんですか？え、覚えてないんですか？元気になったようですし、村長様のところに行ってみましょう。村で怪しまれると安心して休めないでしょうから。現れてな、君も行く当てがないのだろう。それならこの村に泊まる代わりとして少し力を貸してくれんか。ちょうどマルティナ・ピント夫人が農場の仕事を手伝って。農場を一人で管理するのはとても大変なの。ぜひ手伝ってくれないかしら。ジャガイモを全部食べたんですよ。寄生バチを追い払ってくれませんか？私の父ですか？急いでこちらに向かっているそうです。キツネがいるところまで来たようです。
冒険者様、イノシシを抑え込んでくれませんか？このスキル教本が冒険者様を助けてくれるはずです。間に合ってよかったです。Thank you.
初めてお目にかかる方のようですが、助けてくださりありがとうございます。エマも冒険者様と同じ黒いオーラを持っているんです。父がくれたネックレスです。冒険者様、ネックレスを井戸にかけてくれますか？代々呪いを受けているそうです。昔の王家だったんですよ。闇に侵食される呪いを受けたそうです。かわいそうなエマ。狼の鳴き声が聞こえませんでしたか？やっ、神が農場地帯まで来るなんておかしいです。これはものすごい。ふわー、楽しみ。私も一度冒険に出てみたかったんです。薬草を摘む方法はご存知ですか？薬草を摘む方法はご存知ですか？あちこちにある薬草や鉱石、木などは近づけば採取できますよ。こまめに素材を集めれば、領地を得た時に製作することもできます。え？領地はどうやって得るかって？大きな冒険者様、あそこにいる猫と犬がインプに囲まれています。私たちが助けてあげないと。
けることができてよかったです。こう会えたのも何かの縁ですし、冒険者様が勝ってみるのはいかがでしょうか。時期にですか。今アグリス地域はインプに全て。
you